川越八幡宮は埼玉県川越市南通り町の島市に鎮座する八幡宮である。秋人上皇ご生誕を記念して昭和8年に境内に植樹された夫婦銀蘭の神木があり、両園、夫婦円満にご利益があると言われている。川越八幡宮の境内には1868年に秩父市にある三宝神社の要廃所として川越三宝神社が祀られた。 2021年、川越八幡宮、創建千年祭の記念事業の一環として、養拝書や社号表を一新して、改めて千座祭が執り行われた。侍に化けて、八王子に住み着いていた老下の伝説。この老子は、民部と名乗り、話し相手欲しさに、寺の小僧と仲良くなっていた。しかしそのことが、和尚に知れ、不審に思った和尚が寺に招いて、縁を催した。 民部狐は家来を連れて縁に臨んだが、お尚と意気統合し、家来と小僧とで相撲を取らせて楽しんだ。翌朝、寺の境内に狐の毛が散らばっていったことから、正体を悟られてしまう。お尚が昨夜の例に伺うと、民部狐は正体を悟られたことを知り、川越の山中に身を隠すことを告げ、内見手当の術を教えて去っていったという話。この伝説は、 漫画日本昔話でも紹介され、全国的に有名となった。最寄り駅は、西武新宿線本川越駅、東武東上線、JR 埼京線川越駅。ありがとうございます。